今日の外国為替市場では米中貿易摩擦への懸念から円が買われ、7ヶ月ぶりに105円台まで円高が進んでいます。これを受けて株価も500円近く下落しています。中継です。はい、日経平均株価は続落してこの1週間で1000円以上値下がりしています。 今日も下げた株価は取引開始直後あっさりと節目の2万1000円を割り込み先週末より496円安い2万590円で午前の取引を終えています背景にあるのはアメリカと中国の貿易戦争そして円高です米中摩擦の影響で企業決算の内容は振るわず株価の下落が続いてリスクを避けて安全資産の円を買おうという動きにつながりました 一時1ドル105円台に突入して7ヶ月ぶりの円高水準となっていますこの円高がさらに株安を招くという負の連鎖に陥っていて市場関係者は少なくとも今月中は厳しい局面が続くだろうと見ています